皆さん、こんにちは。田中一平です。はい。新書シリーズも今回で5回目です。今回初めてですね、人物詩をちょっと取り上げてみようというふうに思います。はい。萩原淳、平沼喜一郎、検事総長、首相から永久先犯へということで、書影はこんな感じですね。まあ、中高新書から去年の8月ですね、ちょうど1年ぐらい前に出た本です。 でえー、著者情報ですけれども、琉球大学人文社会学部の准教授ですね、で京都大学の大学院法学研究科を博士課程まで出られていて、博士号をお持ちですね、伊藤幸雄さんという、兄、まあ、大の名誉教授になられましたけれども、はいまあ、近現代の大家の先生がいらっしゃいます、この人のお弟子さんにあたる方ですね、はい、で結構あの、前々から平沼喜一郎に関しては論文なんかも発表してて、まあ、 この方が院生時代から私結構この人の論文は読んでたんですけど、あの、博士論文をですね、まあ、著作にまとめて、こう、平沼喜一郎研究みたいな感じでバーンと出したんですね。で、あ、いつか、まあ、出るんだろうなと思ってたんですけどね、まあ、出たなっていう感じなんですね。はい。先行テーマの一つが、まあ、平沼喜一郎で、まあ、平沼喜一郎研究の第一人者といって、あの、過言はないと思います。で、動機ですけど、あの、ね、平沼喜一郎ってね、 意外とこう研究が進んで、なないといいとうか、ね、本がないんですよ OB のタイトルにもありましたけど、結構その司法会の者のだし、首相数密院議長として名前が出てくるんだけど、なんか、ちょっとまとまって本が読みたいなという人ではあるんですよね。 で前のスライドでもご紹介したんですけど、この萩原さんですね、あの平沼喜一郎研究の第一人者です。あの平沼喜一郎と近代日本っていうのを、京都大学学術出版会から刊行してます。これはあの、博士論文をまとめたもので、1987年生まれですから、私よりあの年は下なんですけども、すごい今、力のある研究者の一人です。 でまあ、いつか新書が出るだろうなと思って楽しみにしてたら、よしよし、出たぞという感じですね。はいでえー、と今回、これ1年経ってるんですけど、紹介しようと思ったのはです、ね、その平沼ってやっぱその近代史に詳しい人でも結構ね、こう誤解してるケースっていうのが多くて、やっぱりその近代史をきちんと理解する上で,です、ね、こう平沼桐一郎、ある程度やっぱ正確に理解しておくって大事なんで、まあ、今回あの紹介することにしようと思います。はい、じゃあ、ここから内容に入りますが。 平沼喜一郎1867年生まれなんですね。まあだから明治維新はほぼ彼としては経験はないっていう感じなんですかね。生まれは美雅坂の津山ですかね。で津山藩士の子として生まれてます。兄に早稲田大学の三代学長の平沼義郎がいます。まあその弟ですね。はい。 で幼少期教育は祖母から受けてたみたいなんですけど、中心となる教育は儒、ね、学と国学で、まあ、これが平沼の思想形成に結構大きな影響を与えたっていうことは著者は指摘していますね、まあ。平沼っていうとね、まあ、やっぱ右翼っていうイメージは多分あると思うんですけど、まあ、やっぱその源流には、この幼少期の教育っていうのはあったみたいですね。でえー、とお父さんの仕事の都合で6歳で、ですね、まあ、家族とともに上京しています。で 三つくり玄帆の養子で三つくり秀平っていう人物がいるんですけど、まあ、この人の塾でですね、まあ、西洋学問の教授を受けています。でちなみにですねこの平沼を考えるときにこの津山出身だっていうことは実は意外とポイントで、その津山ってですねこの、まあ、三つくり玄帆っていうこの三つくり家っていうのが、ね、実はもともと津山の出身なんですね。その平沼とだから同郷ってことになるんですよ。まあ、だからその縁で、まあ、このね養子の塾で学んだってことになるんですけど、それからですね、 まあその宇田川家っていう結構蘭学で有名なまあ家があるんですけども、これも実はですね津山出身なんですよ。で、実はこのまあ平沼が学んだですねこの三者学者っていうその三つくり周辺の塾なんですけど、これは実はね、原隆とか東郷平八郎なんかも学んでいて、結構、なんていうんですかね、近代史のキーパーソンをこう輩出してる、結構まあまあ,あ、そこそこ有名な塾だったりします、は。い でその後、平沼はです、ねえー、と大学予備門ですね、まあ、現在、後の第一高等学校、現在の東京大学教養学部ですけれどそこから東京大学法学部に進学していますで。もう一つ、平沼の人生を決める上で大きかったのはです、ね、彼、東京大学法学部に進学するときにです、ね、司法省の給費制だったんですね。この給費制っていうのはです、ね、簡単に言うと、司法省からお金出してもらう代わりに、まあ、東京大学法学部出たら司法省に入りますということなんですね。 でまあ、要は、その救急生だった理由としてはです、ね、お父さんがこう病気で、まあ、仕事辞めてた時期がちょうど彼の,その学歴に重なったっていうところなんですね。結構ね、まあ、苦労はしてるみたいで、なんかやっぱりその大学予備門の時代もです、ねまあ、バイトしたりとかも結構してますし、でこのあとね、お父さんが、まあ、病気が治って仕事を始めるんですけど、その後にお母さんが亡くなるとかね、まあ、結構若い頃から苦労はされてるみたいです。 で、えっ、ー、と、ここが一つ、平沼を理解するポイントになるんですけど、平沼ですね、その東大法学部で、穂積信成の、まあ、影響をかなり強く受けてるんですね。まあ、当時の法学部教授ですね。まあ、多分あの、近代史少し学校できちんとやってれば、穂積やつっていう人物、聞いたことあると思うんですけど、これの、まあ、関係者ですね、兄弟にあたる人なんですけど、 でこの穂積信成の影響を受けてて、えー、司法権の尊厳を保つべきとかですねその彼の方角理論なんかをこう吸収してるんですね。でつまりね平沼って当時の最先端の西洋方角理論を学んでる人なんですよ。ででここがポイントで要はね 西洋に関するきちんとした知識みたいなものっていうのは、平沼あるんですよ。これ、単なるね、その保守的な右翼じゃないっていうところなんですよね。まずそこをね、結構誤解している人がいるんだけど、平沼についてはそこの、まあ、要は最先端のちゃんと西洋の学問を学んでますよっていう、そのね、進歩性みたいな部分っていうのも、きちんと理解しないとですね、これ、平沼理解する上でやっぱ読み間違うんですよね。で、一方でですね、 大学入学してからですね鎌倉円覚寺の前奏の下で弟子入りして、この前奏がなくなるまでずっとこう修行してるんですね。で、こうした経験もあって、ですねその伝統的な価値観へ傾倒するっていう部分があります。だから面白いですよね、その最新の西洋学問を学びつつも、それに全面的に傾倒したわけではないっていうのが、平沼を理解する上ではポイントになってきます。繰り返しになりますけどね、西洋学問をしっかり学んでいる、単なる保守主義者ではないですよということです。 はい、1888年ですね、平沼帝国大学の法学部を卒業します。えっとですね、東京大学はですね、1886年に東京大学って言ってたのがですね、これが帝国大学っていうふうに名前が変わってます。で、平沼はちょうどまあ、その時期に在籍してた人なんで、まあ、入学は東京大学法学部だけど、卒業は帝国大学法学部だっていうことになります。で、旧規制でしたので、司法省に、まあ、入省することになります。司法省の紹介後場と思いますけど、 えと判事の監督権、自治権を掌握と、判事というのがまあ裁判官ですね、だから実際にその裁判とかをやるわけじゃないんだけど、まあ、やっぱりどうしてもその裁判所なんかは、まあ、司法省の従属化に置かれるというような、まあ、だからそういう,、まあそうですね、司法機関を管轄するようなまあ象徴だというふうに思ってくれればいいですね。はい、で司法省の官僚はです、ね、土佐と肥前、これの出身者が結構多いんですね。 で理由としてはです、ね、まあ、要は初代司法教、江藤新平とか、まあ、やっぱりここら辺ですね、この要は最初の頃偉い人たちが非、まあ、善ですし、佐々木孝之ですから、これ、土佐なんで、まあ、っていうところがありますが、1877年以降です、ね、まあ、東京大学ができて、法学部から卒業生がこう出てくるようになると、まあ、だん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 その官僚に占める学歴エリート、これが増えていくわけですね。 でまあ、平沼が卒業したのは1888年ですから、まあ、平沼もそういった時期に彼も学歴エリートとして入賞したという位置づけになります。でちなみに、ね、平沼は結構ぶつくさ言ってて、これね、当時ね、内務次官からお前、なんだ、うちに来ないのかみたいな感じで声かかって。 ところが、ですね、まあ、当然、司法省の救出制だったから、まあ、当然入らなきゃいけないわけですよ、司法省に。でね、回顧録ではね、内務省のほうが良かったなみたいな感じで、まあ、ちょっと司法省入省が本意ではなかったっていうこともですね伺います。で、まあ、その司法省の救、ね、出制っていうのが、なんかこう、なるのが楽だったみたいなんですよ。まあ、っていうのもあって、まあ、平沼はね、司法省の救出制を選んだんで、まあ、そのまま司法省に入省するっていうことになります。 で平沼が入賞したのが1888年で、これがです、ね、90年代になると、まず、ね、司法省は山形系の,その官僚が台頭するようになります、まあ、代表格が後に首相にもなりますけどね、清浦慶子ですけれどで、一方で90年代、まあ、国会が開設されるとです、ね、だん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 政党の存在感というのが出てくる時期ですから。 この司法省もです、ねまあ、その山形系の官僚と、まあ、政党系の官僚みたいな感じで、ね、あまあ、あいつちょっと例えば、なんだろう、山形系だよねとか、ああいつ実は自由党系だよねとか、ちょっとまあそういうような感じにやっぱ色分けされるようになってくる時期に、まあ、平沼はちょうど入っています。で、平沼はですね、この彼が司法省で出世する糸口になるのが、この司法官増防要求事件という。 まあ簡単に言うと、まあ、その司法省の官僚たちがまあ給料を上げてくれと、まあ、報給を増額してくれというふうにまあ要求した運動なんですね、でこれは1900年から1901年に発生してるんですけど、これがです、ね、ちょうどその声優会の伊藤博文丸四内閣が成立してた時期で、でこの司法官増募要求事件、まあ、この要は給料を上げろって運動してたのがですね、 まあ山形系の司法官僚で、でその裏にどうもです、ね、清浦敬吾がいるんじゃないかみたいなこう理解がされてたんで、まあ、要はこのね、運動自体が、この伊藤丸四政友会内閣にちょっと圧力をかけるような、まあ、運動というふうにまあ理解されてたんですね。まあ、実態はちょっとととどどうかっていうかい微妙なところがあるんですけど でこれ結局です、ね、この運動で150人ぐらいの官僚が処分されるんですけど、このまあ、当然山形系の司法官僚というのが、まあ、処分されていくことになるわけですよね。で、平沼はじゃあ、この運動でどういう立場だったかというとです、ねあの、そういう運動には加わってなくて、逆にこの事件を抑える方に回ってるんですよ。ってことは、 まあこれ平沼自身にそういう意者は全くないんですけど、平沼はですね、声優会系の司法官僚というふうに見なされるわけです。でそうすると、まあ、これは禁断史の基本が分かっていればお分かりいただけると思うんですけど、このあとやっぱりその政党って存在感がどん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 戦ってきますから、声優会系の司法官僚と見られたですね、平沼はまあ出世の糸口をつかむことにもなりますし、まあ、このなんていうんですかね、事件でのやっぱりこの 動きが結構評価されたみたいなんですね。だからこのあと平沼はね、結構どん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 出世していくことになります。はい。で、なんかそうやって見るとですね、なんかその、なんていうんですかね、その立場でこう動いたみたいに見られるかもしれないんで、ちょっと一応言っとくと、1890年代以降ですね、まあ、やっぱりその不平等条約の改正とか、その憲法制定に伴ってですね、まあその民法だとか、 その刑法とか商法とかっていう近代法典の整備っていうのがやっぱりこう重要になってくるわけで当然司法官僚としてはですね近代的な法学の知識っていうのがやっぱりこう必要になってくるわけですで、えー、と忘れちゃいけないのはですねやっぱり平沼は東大の法学部出てて穂積信重の教えを受けててねそういう素質資質をちゃんと備えていたっていうことがやっぱり出世の糸口をつかめる前提にあったってことなんですね なんかただ単にその正解でね、なんかその山形と声優界の顔色を見て、声優界の方に着いたとか、そういうわけじゃないっていうことなんですね。まあ、だから、平沼のやっぱり官僚としての能力の高さみたいなものっていうのは、きちんと抑えておくべきかなというふうに思います。で、1902年12月ですね、まあ、事件から1年後ですけど、司法省の参事官になってます。これはもう要職ですね、省内の人事とか予算とか法案作成など扱ってますから、でこれがね、大事なのね、他の省とか、 まあ内閣とか、やっぱそういったこととこう密接に関わる仕事なんで、これ人脈がだから増えてくるわけですよね、平沼のね。で、その後、1906年、西恩寺金持丸一内閣、まあ、これ、声友会系の内閣ですけど、えー、と民警局長ですね、司法省のナンバー3。で、この当時あの、新しい刑法の制定、1907年なんですけど、まあ、これにも尽力してますね。 でしかも、1907年の4月からですね、県外奉還という形で、ヨーロッパの視察に行ってます。一択にはご覧の通りなんですけど、でやっぱりまあこういうね、視察ができるってことは、やっぱり期待されてんだなということなんですけど、でまあ、やっぱりね、こう欧米を視察してる、まあ、特にこれは欧州ですけど、まあ、やっぱり大事ですよね、この当時の、まあ、官僚としても政治家としても、やっぱりこう、欧州を見てるかどうかっていうのは大きいんで。 はい、でこれがです、ねまあ、やっぱり平沼の権威をさらに高めることになってです、ね、この時期からです、ねまあ、平沼罰っていうような、まあ、平沼自分の子分作って、まあ、司法省内でちょっとね、まあ、その派閥みたいなものを作っていくんですね。まあ、平沼はこういうのは結構好きなんでね、こういう政治活動は意外とやる方なんで、まあ、そういうことをやってますね。はい、であとね、この、ね、欧州の視察でこれ見逃せないのがね、同行した司法官僚に鈴木喜三郎がいるっていう、ハイたターって感じですけどね。 犬養毅が暗殺された後の立憲声優会の総裁になる人物で、まあそうですね、20年代から30年代の、まあ、やっぱ声優友会考える上では、この鈴木喜三郎って、まあ、入試とかでは出ないんでね、超マイナーな人物ですけれど、あのポイントになる人物です。だから、この視察で多分親密になったんじゃないかっていうことは、本書でも強調されていますね。で、一方でね、萩原さんはね、この平沼の視察っていうのが、司法官僚、 これに資する、そういう視察であって、なんかその政治とか外交とかそういう面での調査をやってないっていうことをこう指摘するんですよね。で、もったいないなみたいな感じの文脈で書かれてるんですよ。まあ、平沼らしいですよね。やっぱその官僚としてきちっとやっていくっていうところで、まあ別にこの政治、外交とかまあいいんだという。で、しかもこのね、視察の際に、当時、中衛大使だった小村寿太郎ですね。これと、 イギリスで会ってるんですけど、その会った時に、いやあくまで司法制度の西洋化っていうのは、不平等条約改正の手段として必要なんだみたいなこと言ってるんですよね。だから、例えばその西洋に視察に行ったにもかかわらず、あんまり政治外交に関する調査しないし、例えばその小村寿太郎に会った時きに、まあ、やっぱりね、視察に行ってる時にね、 なんかこう司法制度の西洋化っていうのは不平等じゃ改正なくまで手段なんだよねみたいなことを言うっていうのがまあやっぱ平沼らしいんですよ二面性ですよね要は最新式の西洋の学問を学んでるけど西洋化に対してなんか全面的に迎合してるわけではないという。 でねこのあと1910年に大逆、まあ、事件、まあ起こりますよね、江徳修水らが死刑、まあ、になるやつですけど、でこれの彼、指揮を取るんです、まあ、要は担当するんですけど、でその時の階層を残してるんですけど、こんなこと言ってるんですよ、江徳がですねフランス語とか英語を習得していたこと、これが無政府主義、まあ、これにまあつながる、まあ、社会主義ってことですね。だからそれで彼は死刑になったんだみたいな。で もし、漢学のみであれば、事件は起こらなかったんだと。まあ、つまり、高徳がフランス語とか英語を学んだことが余計なことだったんだみたいな、まあ、そういう書き方してるわけですよね。で、ここにも、西洋化へのやっぱり不信っていうのが伺えるわけで、だらここら辺をやっぱり、その平沼に関して、正しく理解するっていうことが一つポイントになりますね。で、個人的に平沼は好きで、ちょっとシリーズ化してやりたいんで、今回パート1ということで、もうこれでまとめにします。 で平沼はです、ね、津山藩士の家に生まれて幼い頃国学、それから漢学の教育を受けているとで学生時代に禅の修行などもやっていてそれを通じてこう保守的な思想を形成していく、まあ、一般に、ね、平沼つったら右翼の代表みたいな感じでよく取り上げられますけど、まあ、それは間違ってないということですねで一方で東京大学法学部在学中に穂積信成などから、まあ、当時の最新の西洋法学などを学んでますから西洋学問にも精通した人物だったんだと っていうことを抑えておく必要があります、はい、この一番の部分だけ強調するっていうのは、まあ、誤りですね。で大学卒業後、まあね、司法省から学費も出してもらってたことから司法省に入省すると、で官僚として台頭していくということですね。まあ、その出社のきっかけとなったのは司法官増防要求事件ですけど、まあ、彼はやっぱ西洋法学に精通してた有能な官僚だったということ。 ですね、そして司法官僚としては、声優会系の官僚だというふうに見なされていたということですね。まあ、本人が実は声優会べったりというわけじゃないんですけど、まあ、これはパート2でお話ししましょう。はい、で平沼については、繰り返しになりますけれども、条約改正の必要性などから司法制度の西洋化を推し進める、一方で、大逆事件、過度の西洋化が招いたというような認識も持っているわけだから、こう西洋化に対する全面的な肯定が見られないところ。ここに 彼のの、まあ、思想の特徴があるだろううとといこ今回はですね、まあ、平沼のまだ若い頃ですね、まあ、生まれてから司法官僚としてまあ活躍する、まあ、そのあたりの話を具体的にしてみました。はい、田中一平の新書案内第5回、平沼喜一郎パート1です。ご視聴ありがとうございました。パート2も楽しみにしていてください。